こんにちは。佐藤和夫のこれってどうなの。今日はこの暑い中、わざわざ帯広から小野寺勝元道議会議員の方が来ていただきました。実はですね、小野寺さんはちょうど1年前、憲政記念会館で、北の大地は大丈夫かということで、国会議員の方とか、あるいは宮本雅史さんとかですね、産経新聞の、多くの論客の方が来ていただいて、非常に盛大にやったんですが、まあ、ちょうどこの1年どういうふうに変わったのかということで、実は明日、文教シビックセンターのスカイホールで、2時半から小野寺さんの講演会があります。いわゆる北の大地は大丈夫か第2弾ですね。で、1年間の大きな出来事として李克強中国首相が北海道に来られたので、なぜ北海道に来たのかというテーマで、お話をしていただきます。それで明日来れない方はですね、ぜひこのチャンネルアジアの動画を見ていただいて、エキスだけこちらで流しますので、ご覧になっていただければというふうに思います。じゃあ小野寺さん、一つよろしくお願いします。お願いします。まあ、私も北海道8年間自衛隊生活でいて、はい、そうですね。まあ、北海道のことは、まあ、第二のふるさとみたいな感じでいるんです、はい、しかも帯広は2年半ほどおりましたので、はい、そうですね。はい、帯広の大地っていうのはね、もう本当に嬉しくて、私が移住しようかなと思って家を建てたくらいなんです。あ、そうなんですか。うん、で、まあ、それを言っちゃいましたけど、はい、もうそれくらいに東京の家を貸して帯広の家を借りてたら、部下の人が佐藤課長これだと家買えますよって、その家賃払ってるので、はいはい、それくらい帯広安かったんで、はいはい、でちょうどバブルの頃でも東京も札幌もすごい値段の時にものすごい安いかったんですね。はいはいはい、いや帯広すごいと思ってね、ついついそんなことしましたけど、はい、全然すいません。それでですね、今ちょうど憲政記念館から1年、はいはい、北海道はどんな状態に変わりましたですかね。はい、ですね、まあ、その1年前の憲政その記念館で話をしたのは、まあ、北海道が中国によっていろいろ資源だとか土地だとかを買われていると、うん、で、実際には中国っていうものは将来的には水もすぐなくなるっていうのは分かってるし、うん、資源っていうのも枯渇するのが分かってると、うん、だからその北海道が狙われている可能性がありますよと、なので、注意しましょうという視点だったんですけれども、ここ1年間の流れを見てですね、中国っていうのは明らかに北海道の土地だとか資源だとかを、うん、まあ、手に入れようとしてるんですけれども、そのいろいろな角度からその手に入れようとしているというのが分かってですね、うん、まあ、明日のそのセミナーでは、うん、まあ、別の角度から、うん、この中国の脅威というものを話そうと、で、まあ、李克強が来た理由というのも、まあ、別の角度から見たらさらに恐ろしいよという話を明日はしようというふうに思ってるんですけれども、まあ、その一つのキーワードというのが、その私先週ずっと国連に行ってですね、まあ、いろいろスピーチもしてきたんですけれども、アイヌ民族というそのキーワードがですね、実は中国の北海道の侵略、日本の侵略に、まあ、少なからず関わっている可能性があると、うんうんうん、で実際にそのことを今その大きくいろいろな人にですね、その伝えておかないと、まあ、将来大変なことになるという可能性があるということで、今はアイヌ民族というものを、まあ、中国、まあ、その反日左翼が利用して日本を分断して大変なことをしようとしているという危機というものを伝えようと思って動いているということですね。はい、実はアイヌ民族の問題は後半詳しくやりますので、はい、実際にその北海道の土地がまあ変われ水源が変われという中だけではなくてですね、はい、まあ、学校が変われ、あるいは孔子学園というが逆に学校が設立されて、はい、中国語を学ぶような環境づくりを作られるとか、はい、あるいは港がこうあれするとか、はい、そのいろんな分野に非常にまあ広がっているなという感じは、はい、まあ、東京から見てするんですけど、はい、まあ、1年間でどれだけその僕がその憲政記念会館で、うん、まあ、スピーチをした時と変わったのかというとですね、うん、まずはその変われている面積が明らかに増えていると、うん、であとですね、そのなんでこの土地を買っているんだろうなっていうのが、まあ、去年の段階では分かんなかったことが、まあ、ずっと調査をしていく中で、うん、多分これだっていうのがその当たりがついてきたというのがあります。うん、そのこれだ何かなっていうのは、うん、多分エネルギーですとか、うん、資源ですとか、うん、
そういうものを狙ってきているんだなというのは、うん、まあ、いろいろその土地を調べてですね、なんでこんな人もいないような、その片田舎のまあどん詰まりの僻地をこれだけたくさん買うのかなというのをずっと調べているとですね、まあ全部買われていたそういう土地を調べるとある一定の法則があるんです。それは近くにその鉱山があるですとか、その太陽光発電所を周りに作ってエネルギーの供給ができるですとか、場所によっては石油石炭が出るですとか、そういうその中国が今喉から手が出るぐらい欲しいようなエネルギーだとか資源というものがあるというのがまあ分かってきました。あとですね、あの農地というものもまあ相当買われています。で、農地というのはその実際には中国というのは水資源も足りませんし、まあ、食料も足りないということで、その供給基地として北海道の農地を選んで、そこでまあその農産物を輸出をするというようなまあ段取りになっているんじゃないのかなというふうには感じています。実際にそれはなぜそう言えるのかというと、まあ、この前李克強が来た時に、まあ、一番最初に一番重要な点だっていうふうに言ったのが、北海道の農産物を中国に輸出したいと、それが一番の目標だったということを考えると、まあ、北海道の土地を利用して水間を利用して、で農産物をいっぱい作って、そして中国に送るというのは、まあ、中国にとってはいいことだらけ、まあ、北海道にとってはいいことだらけじゃないんですけれども、それは食料安保の問題で実際には相当大変なことになるかもしれないんですが、中国にとっては非常にいいということで、そういうような資源だとか食料だとか、そういうものを狙ってきているというのはここ1年間で相当分かってきました。ああ、そうですか。はい、あの北海道というのは、まあ、あの日本全国の中である意味ではその面積も広くて過疎地で、はい、まあ、土地も安いということで、まあ、中国のその資本を持っている人なんかは、まあ、はい、中国では土地を買えないので北海道で買ってということで、はい、投資目的で買われている人が、はい、いて、実際にはその昔の原野商法みたいな形で手を出したけども、結局そのままあんまりその使うわけでもないく放置されているというような話も一方で聞くんですが、はい、この1年間であのそういう人も、まあ、おそらくいるのかもしれませんが、何らかの形でこう物事がこう形になって見えてきたという動きはあるんですかね。実際にですね、まあ、原野商法だというような方も主張している方もいます。で、実際には原野商法のように、まあ、個人が買って、でなんかその変な話に引っかかっているというのもあることはあるんですけれども、ただ実際にその考えると、まあ、広大な土地を一社で買っているんだとか、その潰れていたリゾート地を全部もう一度何百億円かけて修復し直して、で何万人も住めるような町を作っているということを考えるとですね、これは原野商法とは明らかに違うと。で、中国の企業がですね、ずっとその北海道で言っていたのは、1万人規模の別荘地をいろいろな場所に作りたいという話をしていた中で、多分その中国というのは将来的に食料も足りない、水も足りない、資源も足りない、いろいろ足りなくなるとどうするのかというと、もしかすると、まあ、人口を減らさなきゃいけないかもしれない、もしかすると多い人口をどっかの国に出さなきゃいけないと、もしどっかの国に出さなきゃいけないというそう選択肢の時に北海道という土地があればですね、それは非常に大きな受け皿になるので、そういう動きの中で私はその何百ヘクタール何千ヘクタール単位で土地を買ってるんじゃないのかなというふうに思いますし、実際にですねその土地でまあ建物がどんどん建ち始めています。人がいないんです。だからゴーストタウンみたいなんですけれども、土地がどんどん建っていて、まあその道路もですね、そのアスファルトじゃなくて鉄筋コンクリートの道路を作っていたりする場所もあるので、その実際には原野商法とは言えないような場所で、本当にまあ都市開発みたいなことが行われているということを考えると、まあ、その指摘は当たらないというふうに思いますし、そういうように実際に具体的に、まあ、大きな事業がどんどん進んでいるというふうに考えていただいて結構です。はい。まあ、この間李克強首相が来られて東京に一泊して、はい、北海道に二泊したと、はい、まあ、相当やっぱり北海道に関心が高いんだなということで、はい、実際に高橋知事なんかと非常にあの、はい、にこやかなその、はい、そうですね、ね、あの会談も、はい、あの写真で見ましたけども、はい、李克強さんはどういったところを見られたり、どういうふうなところを行かれたんですか。ですね、そのまあビニールハウスって大きいその工場のような野菜を作るところを視察されたり、あとトヨタの子会社でですね、まあ、その新しいエネルギーで水素エネルギーのまあ工場を見に行ったりですとか、
まあ、あとはその高橋知事と会って農業の話をして農産物を輸出してほしいという話をしたというふうに聞いてますが、まあ、これは後から言いますけれども、アイヌ協会の団体とも会ってます。これは多分非常にこれから大きなポイントになると思いますけれども、まあ、そういうようにその北海道は習近平国家主席が一帯一路構想の中の北極海航路の重要拠点として釧路ですとか苫小牧というものをしっかり指定しているので、これからはその中国と一緒に発展しましょうというようなことを間違いなく言ってるんですけれども、ただですね、一帯一路構想というのは中国に今軍事物資だとか、まあ、資源だとか食料だとか中国に必要なものを、まあ、その昔のそのシルクロードの代わりに、まあ、海や陸路を使って、まあ、世界中から集めましょうというそういう構想なので、中国にとっては有利ですけれども日本にとって有利かどうかわからないというところをしっかり議論しないでですね、まあ、手を組んで今のうちはいいかもしれませんけれども、将来的には日本のものを全部根こそぎ取られるという可能性があるので、そう考えるともしかすると北海道というのはそういうターゲットになっているんじゃないのかなと。だからまあ、その首相が来た時に東京に一泊しただけで、あとはずっと北海道で時間を費やしたというのはそれぐらい中国にとって非常に重要な位置づけになっているという可能性があるというふうに思っていますね。はい、1年前にあの北海道のに大使館の人で500万人ぐらいの、はい、あの人をこう受け入れて、はい、まあ、特に中国人の学生のビザをもっと緩和して、はい、あのしたらどうかというのは、いわゆる、まあ、ある意味では移民化計画みたいなものがありましたけど、はいはい、そういう話は出たんですかね。ですね、その時にはそんな話が出たかどうかは分かりませんけれども、北海道ではずっと昔からですね、北海道の人口今500万ちょっとなんですけれども、うん、1000万人しようと、うん、その1000万人にするのは中国人を増やしましょうということで、中国人が企画をしたそのプロジェクトに国交省が素晴らしいということでお金を出して、その何ですかね、セミナーもやったりしてるぐらい、実はその中国人を増やそうというような話が昔からたくさんあるので、そういう延長線上で考えると、北海道というのはもしかすると中国に乗っ取られちゃうかもしれないなという危険性というのはですね、常に道民は持ってる必要があると思うんですけど、ただいかんせん今はないということですね。はい、まあ、この間1年前の話ではそうやって広い地域で水源を確保してエネルギーを確保して一つの中国チャイナタウンを作られるという、そういうベースを作っているという話がありました。それとその500万人の移民を受け入れるということと、まあ、リンクしていくので、まあ、これからもっともっとその北海道が一番ある意味ではキャパシティが大きいので、はい、注意していかなきゃならないなというふうに思ってますね。はい、まあ、本当に小野寺さんはもうまず一人でこの問題に取り組んでおられて、私いろんな保守の活動家と会うとですね、すぐ北海道の土地はとかって出るんですよ。はい、やっぱりね、小野寺さんのその発信した発言がね、もう全国に広がっててね、はい、いや素晴らしいなと思うんです。やっぱり一人でもこれだけのね、発信力が出るんだなと思って、改めて感心するとともにですね、はい、この暑い中に体だけは大事にしていただきたいなと。分かりました。読んでいながらこんなこと言ってますけど、はい、じゃあ後半はい、じゃあ国連の話をちょっとお伺いしたいと思います。はい、かりました。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村光雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様、チャンネル登録をして、会員登録をしてご覧ください。
よろしくお願いいたします。